そうですね、最近は平面以外の小入廃物も作るのにハマってます。プロダクトデザイナーのほときさくらと一緒に制作したもので、彼女がデザインした花瓶に僕のグラフィックを載せて、で色も自分がペインティングして、この前の2面のところにグラフィック載せて、で後ろの2面にも背面にもグラフィック載せて、こう360度表情があるような作品を作りました。ここ1年ぐらいかな。でこういうペインティングを始めて、この表のグラフィックがないそのベースのみをのペインティング作品も制作したいなっていうので、その破いた和紙をコラージュしてて、近くで見るとすごいテクスチャー感が分かる作品なんですけど、透明で見るとあまりこうそこの矛盾が見えないっていうか、来年の個展ではこうまた新しい自分を見せられるように、今いろんな秘宝を模索してて、コラージュ自体にそのいろんなものを落としていきたいです。映像もそうだし、本当にいろんなこう今までなかったようなコラージュアートを作りたいです。